新会社野菜屋の代表者で内山と言います。で、地区はですね、観音寺市池の尻町というところで、海と山の間ですから海山三里のところに大体不在してますので、結構災害が少ないというような形でそういうところを生かして、作業しております。で、土地自体はね、根鉢なんでちょっと水はけが悪いということになってます。で、品目としてはレタス、スイートコーンを中心に、栽培しております。で、ほとんどがもう露地野菜になりますんで、その他としては、白菜を作ったりキャベツを作ったり、地場の産直、こちらの方にも出荷しておりますんで、品目としては多品目にわたっております。平成22年後にですね、父親がちょっと他界しまして、で農地がもともと70アールぐらいあったのを、どう維持管理するかということで、仕事の方は測量をしておったんですけど、心機一転、農業に変更しようということで、収納をしております。はい。で、現在は、近所の方のいろいろ助けもあってですね、農地が空いてきたところをどんどん借りて、今 4.4 ヘクタールぐらいの農地を維持管理しております。はい。収納した時に、すぐに会社っていうのはちょっと思いついておったんですけど、JA さんとかですね、普及所の方にいろいろアドバイスいただいて、もう少し収益が上がるようになった段階で、会社にしたらどうですかいうことで、ある程度収納、収益が上がった時点で、会社にするいうことにしたんですけど、会社にしてからはちょっと収益がだいぶ落ち込んでおります。で、今徐々に品目をちょっと増やしたりとか、変えたりとかしながらですね、収益の方を上げるようにしております。はい。今が有機栽培で、有機肥料をもとにですね、これ 100% 有機となるとかなり難しいところがあるんで、ある程度面積こなすところも考えながらですね、有機肥料を中心にできるだけ生産コストを抑えるようなことを考えながら、作業の方はやっております。地場のその産直であるとか、スーパーと直に取引したりとか、あとはもう地元のその卸売り地場、こういったところで、売り先を一つに集中するとですね、どうしてもリスクも発生しますんで、そういったところで販売先っていうのもいろいろ検討はしております。露地野菜のレタスがかなり、低迷してますんで、今はね、夏野菜、ナスビとかキュウリで、春先のスイートコーンという形でちょっと品目の方は変更していっております。最初ですね、1、2年はきちっと教えてもらったことを守ってやるんですけど、3年目、4年目になると自分のその考えがある程度出てですね、うまくいかないケースがあります。で、私も収納して1年、2年はですね、ある程度物も取れてたんですけど、だんだん自分の欲が出てくるのと、手を抜くとこで、手を抜きすぎるともうすぐ収益に跳ね返ってきますんで、ある程度その基本っていうのは大事かなというところがあります。それと農業をするとなったらですね、これ自然相手なんで、災害、この辺ですと台風が結構秋口に多いんで、こういった災害が起きた時にいかに補填するかいうことで考えておいたらいいかと思います。で、最近ですとその収入保険のような形のものもありますんで、こういったものを使うとかですね、近隣のその農業士の方とか地元の方と、必ず話ししながら進めていくと、失敗の方も少ないかなと思います。はい。今が、ちょうどスイートコーンの作付けが終わって管理が始まったところで、春のレタスを収穫しながら、そういった、個々にですね、全部、定食から始まって 栽培管理と、収穫で出荷で、出荷も出荷先を、私が今
お付き合いしているところも全部紹介するような形で考えておりますので、来ていただければですね、そういったところを紹介するという形になります。バイオステミラントという形で、その植物本来が持つ力、こういったものを発揮しながらですね、できるだけその防除を3回のところを2回にするとかね、いう形で生産者の方にも安全なものが届くような形、そういったあの勉強会とか指導の方もしていきたいと思いますので、興味があればぜひ来ていただければと思います。